本編は総称3アーチタイプインセプション中編のネタバレを含む内容となります。ネタバレを踏みたくない方はブラウザバックをお願いいたします。それでは本編へどうぞ。レイの分際でヒロインポイントを稼ぐのはどうかと思うのだけど、ボンテージ桜という黒歴史をうまく調理してるよね。マスターOSっけで殴りをちょくる桜5はもう間に合ってるのだけど、勇者王、見てますか？あなたの作品は2度3度人類救ってます。ヘル&ヘブンによる心臓引っこ抜き。これ以上メルトを目立たすわけにはいきません。メルトはもっとベタベタしてくるのがいいけど、クタちゃんの結構カラッとしてる距離感もありがたい。メルトは究極的なところで甘やかし体質だからな、あれ実は。もう完全に最後もう人働きして派手に散るパターンのやつじゃん。それはもうミクトランでやっただろ。ケーキ大量に食うような娘だっけとか思ってたらおもてなし用だったとは。まだ霊気消滅はしてないけど一個くらい後編で食える時間確保できるかしら。桜5のヒロイン決定戦。口悪いだけでひょっとしてでかい女児なのでは？女児に近いプロテア、白、よりはだいぶ気遣いの娘だよ。正義のメスガキ。街のど真ん中で画面に出せない残虐ファイトはちょっと。画面がちで真っ赤になった時は、顔みたいな顔になった。プロテアってもしかして色々とヤバいのでは？今さら。ケーキ屋さんごっこ可愛いですね。スケール完全無視なら桜5最強は伊達じゃない。桜5から3人配置します。パッションリップ、キングプロテア、キングプロテア、オルタ。頭悪いんか？メルトが出張りすぎなのが悪いんですー。メルト不在を聞かされたグダが露骨に食ってかかってこれは、真のヒロイン。お、さすがにそれはデカすぎ。かわいい。この後の照れ隠しで指摘したやつ殴るのはテンプレだけどスケールがデカいせいで笑ってしまう。そういや勇者王の産物だったな。プロテアオルタやっぱタクミッチだなと思った。プロテアの気を引いた伏せ字の部分はなんて言ったの？あと偽物って何？カズラドロップ、カズラには桜5を侵食して乗っ取る能力があることは知っているな。バイオレット今回は出なさそうだな。そっか、確かに言動がカズラだわあいつ。言ってることが 100% カズラだからなあのプロテア。申し訳ないけどプロテアはわざわざ人と AI の歴史を語って聞かせるほど賢い感じに見えないしな。まずずっと市街地で寝てたのにお前どこで知ったって感じだしな。お子様だもんね。本質は幼女だからちゃんと自分に向き合った愛があれば嬉しいってだけの子は人類史批判とかやらない。初期リップやクタみたくクールな状態の子がほだされる瞬間がたまんない。クタはクタでサバとして欲しいがまあ現状でも贅沢か。今回の話で思ったんだけどプロテアってめっちゃ可愛くない？プロテア可愛いしなんならクタもすごい魅力的だ。引きたくなっちゃう。ピックアップありますよ。と向かい合った時の、ほらかかってきなさいよ、って感じの余裕満々のポーズと表情がうわすげえ、ってなったクタちゃん。宝具のあれ、牛乳なんだ。確かインドの乳塊だとか。インド神話の天地創造における乳塊ですね。多くの生命の因子が詰まっています。インド版生命の泥です。いやそれ飲めるの？そのままじゃなくてケーキとかに加工したからセーフ。セーフ、5万キロカロリー。こんなん。食ってたら3日どころか1日で糖尿病になるぞクタちゃんよ。いやその前に糖分の過剰摂取でぶっ倒れるか。あの、乳塊ってアムリタ作るためにかき混ぜてたんすけどそんなん使ったの食わせて大丈夫なんすか。そもそも直で触れるのもヤバかったからシャドーボーダーにノーチラスの結界張って突破したんだよ。その牛乳大丈夫なやつ？えっちゃん、それ絶対ワードと状況的に進撃のパロですよね。ところで溢れる知性は肉ネタだと思うけどケーキのとこのウルタが至ってるのはドカ食いもちづきさんか？ドバイもドバイ出した分そうだと思う。なんかクレーターでケーキ作ってた割に誰よりも状況把握が早いなくた。桜5個々人対しての理解がやけに精密なのもあるんだろうけど。桜5ってヒロイン力高いのでは？メルトは言わずもがな。クタちゃんエッチだったね。このでけえケーキ製造機が、もうちょいクタとイチャイチャさせてくれ。いくら巨大化してもムーンキャンサー化したプロテア相手にどう戦うのかと思ったら一瞬で終わった。精神攻撃に弱くない？プロテアに化けた結果腕ちぎられたカズラもヒロインになれますか？キノコが描くカズラって実質初めてだから楽しみである。カズラはこういうところあるから信用ならねえよなって。
でも多分本人はカルデアのマスターの味方のつもりだよ。カズラ、グダを殺す言ったり、導く言ったり情緒不安定すぎないか？カズラ、殺すことが救済であり導くということなのかもしれん。バッドエンド回避のために無限ループのラストリゾート用意した BB の娘だし変にずれてるところもありそう。多分カルデアと BB ドバイを潰し合わせてから美味しいところだけいただくつもりなんだろ。グダたちからすれば助けてくれた恩人だし。カズラとカイウムリアン、またオベロンボーテガーンに殺されるんやろ。メルトがアルテミスですとか、プロテアがティアマトだとか、リップがブリュンヒルデだってレベルに的外れだからそれ。今回も名前だけのバイオレットさんへ、アクサラス分岐って名前が出たのは何か関係あるんすかねえ。泡みたいに消える分岐線ってニュアンスじゃね。そりゃ大元の BB からしてねえ。下から見上げるキングプロテアちゃんの絵見てようやく思ったけど、もしかしてこの子、結構なロリっ子。でかいだけで精神年齢は小学生、オルタはそれより少し上くらい、とは言われてるな。表情も割とそのくらいな感じ。参ったな。マリーちゃんの時もそうだけど、また実質 JC に欲情しちまったぞ。リップから塔についての話を聞いてたから避けるに避けれなくなって被害を抑えてくれたところ好き。WX、オルタ、あるのが悪いです、あるのが悪いです。口ではめちゃくちゃ文句を言いつつも、しっかりと全力でもてなす気満々で、押し付けのエゴがない、たくさんケーキを食べる相手に配慮した甘すぎない食べやすさ重視をした美味しいケーキを作りまくる、控えめに言って可愛いの塊かよ。あそこの早回し演出面白かった。プロテアちゃんの作るケーキって一個どれくらいのサイズになるんだろう。使う材料の量やばそう。たった5万キロカロリーしかないのすげえよな、あの巨大ケーキ。ナンディーチョコよりははるかにヘルシーだしな。何気にプタちゃん料理上手な上に、看板までちゃんと作ってる手の込みよう。看板出して、今日も来ないって片付けて、をしばらく繰り返してたんだろうと思うと、いざ来た時は内心ウッキウキだったんだろうなぁと。活動限界の都合で仕込み時間にほとんどを費やし開店時間が経ったの1時間になるのには涙を禁じ得ない。いい子が反抗期で悪ぶってるだけですやん。インド異文体のは、芝が飲んだはずのハーラーハラをあえて混ぜたままにした乳塊なので、プロテアの宝具で再現される乳塊に毒はないはず。それはそれとして、牛乳と言っていいのかはわからないが、女神とか神獣とか霊薬が出てくるくらいだし、牛乳っぽいものに加工はできそう。さすが勇者王、偉大なるカマソッソだ、ここまで見越していたとは。煽り倒した上で残虐ファイトで秒殺するとはなんと恐ろしい娘だ。豚が豚に見えた、プロタやプロルタとかでええやろう。本編でリップが言ってるんだ。言いにくい。元は無垢 100% な笑顔見せてくれてガオーとか食べちゃうぞーとかしてくる子がこうなるんだから参っちゃうぜ。ああ、虫がどうとかパーさんが変な空間とか言ってたの、そういうことね。なるほど、変な空間って妖精国でムリアンが牙の種族にやってたあれに似た空間なのか、ずっともやとやしてたのがすっきりしたわ。メルトは BB の奉仕欲求から生まれてるから海外シーノは使用通りなんだよな。オリジナルのプロテアちゃんが行為全開の小学生で、プタちゃんは行為はそのままで反抗期の中学生な感じ。この展開を見越してあらかじめ6章で疑似的にカズラの性癖の予習を？桜族の割にスレンダー、身長比、なのは幼児性の荒折れ。と思ったがメルトががっつり貧乳だったな。皆さんは、プロテアオルタちゃんはレイとは思えないぐらいヒロインポイントを稼いでるよね、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。